こんにちは、リスタイルの仕方です。今日はリスタイルの店内をご紹介しながら YouTube 撮っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。どうぞ。中古家具屋なので中古の家具がずらっと置いてあります。大体店内150坪、200坪弱ぐらいの店内になってます。広いですね。そうなんです。で、中古の家具なのでいろんなメーカーとかね、いろんなテイスト、ブランド家具、国籍、時代問わずいろんなものを置いてるんですけど、はい、基本的にはセレクトをして置いてます、うん、はい。で、まあ、今日はちょっといろいろある中でも、そうですね、ヴィンテージ家具のまあところどころあるので、はい、ご紹介していこうかなと思います、はい、どれ行きますか？そうですね、はい、まあ、入ってきたところですぐあるのがこの椅子、はい、これね、ヴィンテージなん、特にメーカーとかないんですけどね、はい、うん、なんていうのかな、日本のちょっと古いもので、うん、日本のものなんですか？そう、日本のものなんですけどね、北欧っぽいんですけど日本のものです。北欧のね、あれ、そうだったと思うよ。フィンランドとかのね、そういう椅子に似てますけど、日本のもの、そうだから国籍もね、メーカーもね、わからないものがあるんですよね。でもまあ古い、結構古い、多分80年代とかのね、椅子だと思うんですよね。多いですね。はい、ドーンと天井の高さもあって、全部木造の作りです。天井は高いですね、だいぶ。そう、張りと張り、これ昔多分築40年とか50年ぐらいの、うん、建物で、昔前は浅熊っていうステーキハウスをやってたお店になってます。これデンマーク製の、この家具で、これもメーカーとかは特にわからないんですけど、多分70年代ぐらいのやつなのかな。チーク材でソーイングテーブル、裁縫道具を入れるやつです、もともとは。うん、まあ今普通にテーブルとして使ってもらえばいいと思うんですけど、キャスターも可愛いですね。そうそう、キャスターもね、やっぱこういう金具とか、はい、キャスターとか、やっぱ今に現代にはないものを使ってるんで、こういうところがやっぱりいいですよね、うん、マイナスネジでちょっと真鍮のだったりとか、はい、これなんかもなんかちょっとね、ヴィンテージっぽいキャスター使ってますね、はい、うん、これなんかもノルウェーだったかな、はい、のメーカーのもゴミ箱だと思いますけどね。ゴミ箱なんですか？そう、昔のローズウッドを使って、うん、はい、うん、今にはない材料ですよね、うん、それはヴィンテージって感じなんですかね。アンティークとヴィンテージっていうのは、はっきりこうって決まってないんだけど、うん、なんていうのかな、僕らの界隈っていうか、うちの中では、はい、そうですね、大体100年以上古いのがアンティーク、はい、で、うん、それより新しくて、はい、で大体40年ぐらい以上古いのをヴィンテージ、はい、100年から40年ぐらいの間のヴィンテージっていう感覚かな。なるほど、うん、なんともはっきりとした定義はないんですけど、はい、大体100年以上古いとアンティーク、はい、それ以上新しいとヴィンテージだけど、でもちょい古はやっぱ中古、普通の中古、はい、多分80年代ぐらいだったらギリ、40年ぐらい前だったらギリヴィンテージっていう感じに言ってますかね。なるほど、うん、多分だ、これも70年代とかだと思うし、はい、じゃあ社長が生まれたぐらいの時のそうそうそう、社長、そう、俺はねヴィンテージだね、だからなるほどですそう、この建物もだからヴィンテージって言われればヴィンテージなのかな。今時こんな木造でこんなに吹き抜けで、向こうもすごい吹き抜けなんですけど、はい、うん、こんな建物なかなか今は建てれないですよね、コストがかかって。なるほど、うん、すごい太い梁もあって、はい、壁もねレンガで、うん、仕上げてて、はい、床も無垢でなんで、うん、まあ、この建物自体もヴィンテージかもしれない。これなんかもヴィンテージかな、デスクチェア、これは北欧のものだと思うんですけどね、はい、ちょっとおじさんが座りそうな感じだけど大きいですね。そう、デスクチェアなんだけどリクライニングできるから、うん、多分役員っぽい感じですよね。あんまり見たことがない、ね、そう、あんまり見たことない、このほらこんなに倒れる、
けどキャスターついてるから、はい、うん、これもねだから希少なローズウッドとか、はい、フレームが、うんうん、使ってるからこれもやっぱりいいんですよね。ヴィンテージの家具の魅力みたいなものってのは、ね、あーなるほど、そうですね、やっぱり一番はなんだろうな、風合いとか、うん、あの例えば鉄だったらこう錆びてる風合いだったりとか、うん、こういうそういう椅子もそうなんだけど、はい、こういう擦れた感じ、はい、ずっとこう使い続けてこう擦れてくるこの木の擦れた風合いだったりとかね、うんうん、あとは革だったら革のこうまあなんていうのグローブみたいな、はい、うん、使い込んだ風合いだったりとか経年の温かみというか、はい、うん、あのなかなかすぐにはこうつけれない、うん、あの自然についてった長年自然についてったその風合いっていうのがやっぱり魅力の一つ、あとはねやっぱり新品では今は手に入らないっていうのも魅力ですかね。これなんかでも現行品は今ね新品でも売ってるんだけど、それは何オーク材のものなので、うん、そうそう仕様が違うんですよね。だからこのローズウッドのこの形っていうのはもうヴィンテージでしか手に入らないっていうのもやっぱり魅力の一つですかね、うん、そう、あとはなんかヴィンテージにはまると、はい、この年代がどうとかなんていうのかな、このロゴだったらこの年代だから希少だとか、この例えばスワンチェアなんかでもこのねヴィンテージなんですけどね、これこの足の形が違ったりとか、うんうん、ロゴのシールで年代が違うっていうことがあったりするので、うん、そういうことでねなんかこだわり勝手にこだわって盛り上がるっていうか、そういうのがありますよね、うんうん、歴史みたいなのがあるといいですよね、ストーリー。そうそう、これはこの年代のは数が少ないとかさ、うん、珍しいとかそういうのがある。これもデンマークかな、これもねローズウッド、素材がやっぱり、うんうん、希少なものとかっていうのはやっぱりそれも魅力だ、手に入らない。ヴィンテージの語源っていうのがなんかねワインの作る工程のことなんだって、もともとヴィンテージっていうのが出来が良かった年代のワインのことをヴィンテージワインっていうんだけどね、そうそう昔ので、それをまあいろんなもの、まあ、家具であったり多分洋服とかもあるのかな、アクセサリーとかもいろんなことでヴィンテージっていう風に最近は使われる、うん、でそれがさっき言った定義ははっきりしてないけど大体、うん、100年より新しくて、まあ、40年ぐらいは古いかなっていうのをヴィンテージっていう風にうちでは言ってます、うん、そう100年前っていうと1920年代ぐらいか、はい、うん、っていうと例えばこれ、そうそうそう、これこれこれカッシーナの LC1 ルーコルビジェのやつですけど、これがデザインされたのが1929年とかかな、なのでこれのもしオリジナルだったらアンティークかヴィンテージかみたいな境目なのかな。これはオリジナルじゃない、これはねカッシーナの原稿で今作ってるやつ、カッシーナが復刻してる、まあ、それはもう財団であの承認をしてカッシーナだけがルーコルビジェのこの家具を復刻できるっていうかね、あの認証を受けてる。それってどこ分かるんですか、まあ、これカッシーナの場合は刻印があるんだけどね。あ、なるほど、そうそうそう、うん、でそれ当時はオリジナルなんか出てきたらもう美術品扱いぐらい、そんなのが出てきたら多分えらいことになる金額も、そう、それもやっぱりヴィンテージの魅力っていうか、うん、うん、古いものってなんていうのかな、結構高く取引されて人気のものとか希少なものとかであれば、で例えばまあそこまで高くなくてもちょっとしたヴィンテージ持ってて、まあ長く持ってれば価値はやっぱり下がらないっていうか、人気のものだったら上がってって、うん、手放す時にもある程度の金額で売れるっていうか、まあリセールバリューって言いますけど、もう一回売る時にすごくあの高い価格で売れるっていうのもヴィンテージ家具の魅力ですよね。普通の中古だとやっぱ使っていくと価値がどん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 下がっていくっていう感じですけど、花からヴィンテージ買っちゃうとやっぱりそれからの価値も上がっていくっていうのはあると思う、はい、結構北欧のヴィンテージなんかもどん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 値段上がってるし、まあ、新品自体も定価も上がってるけど、うん、あのそうヴィンテージ家具はやっぱり年々こう時が経つにつれて価値は上がっていくので、前澤さん ZOZO タウンのなんかは、はい、なんだっけ、ジャンプルーベ、そう、はい、ジャンプルーベのヴィンテージ家具のコレクターで、うん、世界的なコレクターらしいんだけど、すごい一個一個高いんだよ、はい、あのジャンプルーベ店行ったけど、うんうんうん、あの美術館に、はい、あの前澤
さんのコレクションばっかりほとんど置いてあって、そう、もう美術品扱い、なんそれもだいたい古くて100年ぐらいなのかな、1920年30年ぐらいのもの、っていうのはやっぱりギリギリアンティークかヴィンテージかって感じですけど、その頃の人気のものっていうのはもうかなり価値が、ある感じですね。なのでこのコルビジェなんかのオリジナルは多分見たことないけど、あるのかどうかは定かじゃないけど、多分出てきた時にはもう本当に美術品扱いぐらいな、ひょっとしたらこれも今のものも100年後にはそういう価値が出てくるのかもしれないですけどね。いいものは、はいはい、100年持ってるっていうのはすごいですね。そう、50年持てばね、多分100年持つんだよね。あ、なるほど。そう、きっと、まあ、もちろんメンテナンスしながらとか、リペアしながらっていうのはやっぱり価値があると、それもそのコストもかけれるので、はい、やっぱりヴィンテージの魅力っていうのはそんなところですかね。はい、そんなに長く家にないですもんね。捨てちゃいますよね。そうそう、捨てちゃうしね。やっぱ出来が悪いのは壊れちゃう。壊れちゃいますよね。風合いじゃなくてなんか状態が悪いって感じになるから。そう、ね、そう、やっぱいいものは風合いが出てきて、100年後のアンティーク、ヴィンテージっていう感じで、なるほど、なるのかなと思います、はい。それが中古家具、ヴィンテージ家具の魅力ですね。はい。はい、今日はちょっと店内のヴィンテージ家具のご紹介と、その魅力をの話をさせていただきました。こういったあの中古家具とかね、ヴィンテージ家具 の、 あの販売をネットショップでもやっておりますので、そちらのネットショップの方リンク貼っておりますので、ぜひ気になる方はそちらご覧ください。あと、あの買い取りもやってます。こういったデザイナーズ家具、ヴィンテージ家具の中古家具買い取りもやっておりますので、概要欄の方にリンク貼っておりますので、ぜひあの何か売りたいなっていう方いらっしゃいましたら、あのそちらの方からお問い合わせください。あと、あのこの動画良かったなっていう方、いいねボタンとか、あと、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。